はい、皆さんこんにちは。私、インターン生の山口奈と申します。今回は台東グランプリ栄光のライセンスのゲームをプレイしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。私も一緒ですけど。あれ？全然ハイにはなりたくないです。運用方法やりたくないですよね。やりとしたらだいぶ怪しいです。もう一度やりたいと思います。 F1 です。最低限のお金しまったじゃん。販売金ガツンと増やすのでなんかギリギリングルになってくるじゃないですか。一番最初にやつが1ヶ月で連動サーバーとかはい、こんな感じで放送で、はい、さあ、山口奈選手あ、危ない、秋場で前のやつは6万2000円です。6万5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 万
とか普通にいっぱいあると6万とかいったんで、安いですね。あ？神回避。あ、山口先生、何秒？
ですよね。なんという神回避。ああ。それでもやめない。神回避。え？なんと。はい、これでいきたいと思います。
300キロ、あ、あ、つけてて、髪が 男より顔写真が最悪の場合の方が最悪です。いやねえ、この50秒間抜けかけできるのは無理ゲーだよ。来た、これはワンチャンあるかと思って、男だったら最悪、ああそうかってなりますけど、めっちゃブサイクだったら最悪じゃないですか。あ、それそれ、ああ女なら分かるけど、でも馬面来たら最悪ですよ。なんだこいつはってなりますよね。会話も中身も女で、会話で盛り上がって、一応警戒はしてるけど、男なんじゃないかって言ってるみたいな、普通も楽しく会話をして、でも女だったけど、最悪なパターンです。で、だんだんなんかログイン時間がずれてき、いつもなんかサーバー変わるって。キャラクター検索していなくなってる。クランとか入ってたら、フィールドとか入ってたらちょっときついっすけどね。それが全部ドロップして共通の知り合いいたら最悪です。もっと最悪なのは別赤で飛んでくることです。なんでいなくなっちゃったの。もう止めようができない。はい、そういう人たちは、あの過去に実体験があるそういう人だと察して、あ、そうなんだってなるけど、実体験がない人だと、なんで急にいなくなったのっていう探される。そういうやつに限ってプログラミングスキルがあるから怖いですよね。ハッキングでパクられる。ハッキングでパクられる。
いや。一室で顔を見せてないけどみんなと分かってる兵隊たちと共に囲わせてブルボックに乗せるっていう。到着です。
したいですよね。序盤とかは約6.1回になるんですけど、中盤とかに16.3とかかかって、そうじゃないかな。当時ランク20なので、チケットを払う8時間に1回ぐらい遅いんですよ。あるじゃないですか、そこに椅子があるじゃないですか。内容記事って、あ、これ言われたんですか。そうですね、ゲームの実況やるってことなんて言われました。これです。はい、です今日やるんですか。今日かららしいですね。多分、フルで時間使う感じで多分今話しました。フルで時間使う感じ、多分、山口さんって言うんですけれども、
実況作ったら夢を伝えていないと、はい、多分山口さんが昼休み時間全部今自分の実況に使ってしまいますね。お昼食べないとですか？お昼多分食べて終わったと思う。早っ。多分実況を多分あっちって時間全部使ってしまうので多分そこのお話を俺てっきりまだお昼食べてないから20分ぐらい前にお昼やめてお昼食べるのかなって思ったんですけど、多分この調子で続けますよ。いつもそうですから。そうなんですか。ということで山口さん、終わったら変わってください。わかりました。キキキキキ、まあ山口さん選手何秒でこのレースに着くやらな走り出しました。けけ。記事ももうネタが尽きてきたんですよね。ゲーム実況でも同じ時期にこう2人いるなんて。本当。やります。完全キツくゲーム。記事思いつかなかったね。なんで。流し見とかない。いやでも、藤田について書こうとした人もダメって言われてるから。どうという、なんという神回避でしょう。車をカードごとかわしました。知らないんで、こんな感じだったし、はい、4分34分で着きました。山口奈選手。